3年目の若手が辞める会社の特徴。はい、今日はですね、3年目の若手が辞める会社の特徴ということでですね、3年目って一番脂が乗ってくる時期なんですよね。やっぱり入社したばっかりはあまり役に立たなかったし、一生懸命育成して3年目でそこそこ仕事ができるようになってきて独り立ちしてきたみたいなですね、そういうタイミングがだいたい3年目だったりすると思うんですよね。この油が乗ってきた、これから活躍して今まで教育にかけた投資をこれが回収するんだという、そういうタイミングに人が辞めてしまうという会社が意外に多いんですね。いろんな会社を見てきて、いよいよ巣立つ時に辞めてしまう会社にはどんな問題があるのか、この本質的な問題に気づいていない会社が多いなと思いまして、今回この動画を撮らせていただいています。これから活躍してくれそうな若手が辞めてしまう会社にはどんな問題があるのか、どうすればいいのかについて解説したいと思います。それでは行ってみましょう。さあ、前回の動画が新人がすぐ辞めてしまう会社の特徴とはということで、今回が入社3年目ということなんですけども、入社時期そして退職時期によってその要因が違うんですよね。3ヶ月以内の離職は何が問題かというと、これは仕組みが問題であるということで、仕組みを変えていけば3ヶ月以内の離職はゼロにできるというのがこのチーム D の考え方になるんですけども、3年目の離職が多いとしたらそれは何の問題なんでしょうかということで、専門用語でこういう言い方をするんですね。エンゲージメントの問題であるというふうに言うわけですね。エンゲージメントというのは約束みたいな意味があって、エンゲージメントリングというと婚約指輪って言いますよね。その婚約をするかのように会社と従業員が結びついている状態、これがエンゲージメントが高い状態ということになるので、エンゲージメントとは会社と従業員の結びつきの強さのことを言うんですね。単純に離職が辞める辞めない話ではなくて、給与だけのつながりではなくて、その会社の目指す目標とか方向性とか、会社の行きたい方向と従業員の行きたい方向が結びついているんだろうかということで、このエンゲージメントというのは組織開発の分野で非常に注目されているキーワードになるんですけども、まず皆さんの離職が3ヶ月以内なのか、それとも3年目ぐらいなのかに分けて考えた時に、もしも3年目ぐらいの離職が多いとしたら、これはエンゲージメントの問題であるということで向き合っていかないといけないわけですね。今日はですね、このエンゲージメントはどうやって高められるのかという視点を皆さんにお伝えしたいと思います。企業経営において非常に大事なこのエンゲージメント、その高め方は何か、エンゲージメントの4つの P という考え方があります。1つ目の P はフィロソフィー。このフィロソフィーというのは理念とか方向性についてのことを言うんですね。会社の進む方向性とか目指す姿に魅力を感じるというのがこのフィロソフィーになります。二つ目の P がプロフェッショナル。これは仕事内容そのものに魅力を感じるというのがこの二つ目です。三つ目がピープル。一緒に働く仲間の人間性とか関係性とか、とにかく人がいいというのが三つ目。四つ目がプリビレッジといって待遇のことを言うんですけども、休日とか労働時間とか、給与だとか、そういう労働条件に魅力を感じるというのが四つ目ということなんですけども、この四つで見たときに、皆さんの組織の魅力は4つのどこにありますでしょうか。例えばよく言われるのは、ディズニーとかピクサーとかっていうのはこのフィロソフィーの魅力が強いって言われるんですね。どういう世界を作りたいのか、ディズニーランドだったら夢の国、あのディズニーみたいな世界を私も一緒に作りたいっていう風に方向性に魅力を感じる。組織には同じバスに乗るという表現がありますけども、向かう先があるわけですよね。その行き先が書いてあって、その行き先が魅力的だということですので、会社の掲げるビジョンとか方向性でどれだけ魅了できているかっていうのがフィロソフィーになります。プロフェッションっていうのは、例えばコンサルティング会社とかですね、ボストンコンサルティンググループとか、そういったところというのはこのプロフェッションが非常に魅力的だと。仕事内容自体が面白い、いろんな大手企業の経営の中枢に関われて、そこでのやり取りが非常に面白い、それをキャリアが積めて、その仕事内容自体の魅力を感じるというのがこのプロフェッション。ピープルの代表企業だとリクルートが実はそうだっていう話があったんですけども、先輩に憧れるとか、あんな人になりたいなとか、会社にいる人たちが素晴らしい、この人たちと一緒に働きたいというのがピープルの魅力。プリビレッジの待遇なんですけども、これ気をつけなきゃいけないのは、休日が多ければ多いほどいいとか、労働時間が短ければ短いほどいいっていうことではなくてですね、方向性とか仕事内容に見合った待遇になってるかって非常にポイントになってまして、例えば総合商社とかはですね、待遇で言ったら労働時間めちゃくちゃ長いとか、休日少ない、だけど仕事内容が面白い、方向性が面白いというように、待遇全部がいいわけじゃなくて、方向性とか仕事内容にかなってるかどうかってのはとても大事になってくるわけですよね。私が新卒で入社したコンサルティング会社というのはフレックス制というのを取ってまして、何時間でも働けるっていうことを言ってたんですね。つまり労働時間が短い方がいいんじゃなくて、
たくさん働けるということは、それだけ早く自分の理想像に近づけるということですから、たくさん働ける制度になってるよと説明されてですね、あ、確かにみたいなですね、そんなような世界でしたので、待遇が短ければいいということじゃなくて、方向性とか仕事内容に見合ってるかどうか、これによってですね、待遇の良し悪しが変わってくるというのを押さえておいていただきたいんですけども、この4つで見たら皆さんの組織の魅力はどうですかとなった時にですね、例えば飲食店で言うとですね、もともと飲食店っていうのはプロフェッション、仕事内容が魅力ってよく言われることなんですよね。目の前にお客様からありがとうって言われるとか、喜ぶ顔が見れるとかですね、調理で言えば料理自体が面白いとか、プロフェッション、仕事内容自体が魅力的だっていうのはよく言われることなんですけども、フィロソフィーの方向性がですね、このコロナで見えなくなっちゃったっていう企業結構多いんですよね。こんなお店増やしていこうよとか、こういうのがお客さん喜ばれるよねっていうふうに掲げていたのが、コロナになってだいぶですね、生き残るためにこれをやろうみたいな形で、方向性が見えなくなって、今を生きる、なんとか生き延びるっていうような会社が多くなってしまって、もう一度このフィロソフィーを見直すべき時期に来てるっていうのが多くの会社の実情じゃないかと思うんですけども、ピープルのですね、魅力もコロナ前はよく飲み会に行って家族みたいなつながりだったのに、だんだんとズームになってしまって関係性が希薄になって、お互いによくわからないとか、先輩に憧れられなくなってるとか、ピープルの魅力ももしかしたら下がってるのかもしれません。そんな中で、待遇もですね、みんな人材難なので、条件をどんどん良くしていってるので、昔は許せた待遇も今は許せないみたいな感じで、待遇の基準も上がってしまうということで言うと、実は離職する理由、エンゲージメントが下がっている理由っていうのは、そこらかしこにですね、その要因があるということですから、今このタイミングで、なるべく早いタイミングでこの4つの P で見直してみて、自分の会社の3年目が去る理由、その本人からしてみたら魅力的なんだろうかということで、全部を尖らせる必要はないんですけども、少なくとも一つはめちゃくちゃ魅力的だっていう部分を作らなきゃいけない。それはどこなのかってなった時に、方向性のフィロソフィーなのか、仕事内容自体なのか、ピープルなのか、それとも待遇なのか、どこが強いのかっていうのをきちんと設計をして見直す必要があるんじゃないかと思っております。まとめということで、この言葉で締めたいと思います。会社の魅力を高めよう。結局のところ、3年目で離職が多いということは、その会社に魅力がないということですよね。私たちは毎日ビジネスをしていると、会社が従業員にとって魅力的かどうかよりも、今日生き残れるか、今日お金が増えるかどうか、そんな風に日々の生活に追われてしまいますよね。だとすると、もう一回立ち返った時に、入社3年目、この会社のいいところも悪いところも見えました。でもそれは魅力的なんだろうかとなった時に、語れるべきことがもっとあるんじゃないかということなんですね。例えば会社の方向性はちゃんと語られているでしょうか？それは魅力的に語られているでしょうか？会社のことを知っているのと、会社のことが魅力的に見えるのは別物なんですよね。3年目を迎えて会社のことはよく分かっています。ですけども、それが魅力的なのかどうかを見直す。そうすると、もっと会社が魅力的に見えるはずなんですよね。この会社が魅力的に見えるような語れる場は減ってませんでしょうか？その語り方は悲観的になっていないでしょうか？会社が魅力的かどうか、それは上司の手にかかっています。会社の魅力を見直してみましょう。それではまたお会いしましょう。高社長のチームリー大学では、組織へ悩む人を一人でも減らすことをテーマに動画を作っています。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンをぜひお願いいたします。コメントもお待ちしています。組織の悩みに対するご相談、お仕事のご依頼は、ホームページの問い合わせフォームからお待ちしております。それではまたお会いしましょう。はい。まあ、昔のコンサルティング会社ってのはまさにそんな感じですよね。でも本当のことで言えば、悪循環が多いと思うんですよね。離職が多い、人が育たない、だから売り上げが上がらない、収益が減る、それで結局その待遇が悪くなっていくってよくあることなので、私のいたコンサルティング会社は後に上場したんですけども、やっぱり上場基準を満たそうと思うと、ある程度ホワイトにならないと立ち行かないんですよね。ですので、こういうそのプロフェッションとかフィロソフィーで向かっていった先には、従業員の待遇がどうなっていくのかっていうこともやっぱり考えていかないといけない問題なんですよね。その過渡期においてやっぱり出せるもの出せないものってあるじゃないですか。それは世の中にたくさんの家庭があって、すごく稼ぐ家庭もあれば稼がない家庭もありますよね。稼ぐお父さんしか家族を幸せにできないのかって言ったら、すごく寂しいことになりますよね。いろんな会社があって、その社長がいて、ものすごい稼げる社長もいれば、
全然稼げない社長もいるわけですよね。でもその人にも夢があって、フィロソフィーがあって、そして仕事内容があって、それで得られる収益があって、それをどう分配するのかということで、分配しすぎればさらに未来への投資ができなくなるし、そんな中で、でもやっぱり待遇は今出せるのはこれで限界。だけど、この方向性とか仕事内容とか人にはめちゃくちゃ魅力があるよねっていうことで頑張らなきゃいけない時期も経営のタイミングではあるのが現実ですよね。そこは納得してもらって、こういう未来のためだったらこういう金額でやってくれないかとか、こういう労働条件でやってくれないかっていうことを納得したならば、それはエンゲージメントが高いという状態も作りうるので、その会社の持っている資源、その中での最大限を目指した時にもっとフィロソフィーとかプロフェッションとかピープの部分でエンゲージメントが高められる要素っていうのが実はまだまだあると思うんですね。そうやってエンゲージメントが強くなれば収益性が上がって待遇改善にも力が入れられるというですね、そういうシナリオを描くことができるならば、ホワイトな状態を良しともせず、だけどもそれを何とか改善しようというふうに未来に向かっていけるんじゃないかと私は思うんですよね。